www.cjcoyacraft.com です。今回はこれをメイクフェアで展示するこのフルカラー LED を16個つけた木みたいなものを紹介していきます。はい、電気の補給は USB からです。ここに書いてある通り 0.665A、 5.11V という電気で作動しています。これはこのマイコの電気がなくなるとランダムに光り始めます。これはノイズのせいです。ノイズがそこを刺激して、そのノイズの電気で勝手に動いてくれるのです。マイコを入れると、ほぼ白くなってもう一回最初から鳴り始めます。このドライバーのところの電気が消えると全部光らなくなります。じゃあ説明に行きます、はい、ここにある SD カード、これですね。これ 32GB のやつです。これはこの中にこれを表示させるプログラムが入っています。これが入ってないと読み込めませんので、一回電源を切ってもう一回電源を入れます。そして少し経つとそれを読み込んで表示させてくれます。ここにあるマイコンがその心臓部となります。このマイコンがその指令を出して、この横にあるこの PWM 出力装置という、名前わかんないけど、この緑の基板に入っている、ね、IC がそのデータをマイコンからの指令を読み取って、この明るさを調整しています。でもこの IC の基板の一つでは 8個しか表示できないので、この後ろにあるもう一個の IC で制御しています。ここの黒い部分には線が大量に通っており、これ全部つながっています。これがないとすごい大変なことになってしまうので、きっとこうしたのでしょう。私作ってないんでね。それだけです。はい。